ポチッとな。はい、皆さんこんにちは、マイクです。今回は新型担当を試乗してきましたので、そのレポートを兼ねて動画にさせていただきました。今回試乗したのはですね、担当カスタム、新型担当カスタムと、あと標準車の X グレードノンターボですね、を2台ですね、続けて試乗できましたので、ご報告させていただきます。ですね、両車ともですね、骨格は一緒なんですけども、やはり従来通りですね、先代通りですね、標準車に対して のカスタムっていうのがありまして、そのカスタムのターボ車ですね、 RS というグレードですね、一番いいグレードです。で、174万9000、約175万円ぐらいするですね、本体価格が。それだけちょっと高価な車なんですけども、機能が満載でっていうことですね。皆さん ご存知の通りですね、車に近づくだけでドアが自動的にオープンしてくれるというウェルカムオープン機能ですとか、あと軽く閉めるだけでハンドアから完全に閉めてくれるという助手席イージークローザーっていうのですね、これが軽発とか、あとドアロックまでの待ち時間を解消するってことですね、パワースライドドアのタッチ&ゴーロック機能と言われるものですね、これも軽発ということで、これはですね、タッチで予約した後に自動ロックを、スライドしてる最中にタッチすると、すべてのドアが自動でロックしてくれるというのですね。それとあと軽発でいうと、スマートパノラマ、パーキングアシストといってですね、自動駐車システムにちょっと支援システムですね、駐車支援システムというのもあるそうです。あとはですね、オートパイロットみたいな機能みたいなのがあるということで、機能満載で、運転席も助手席もそうですけども、160センチぐらいの女性が座っても、頭上がですね、20センチ以上 のゆとりがあるということで、本当に快適な空間が、得られているということが伺えます。で、運転席に限っては、スライド、前後のスライドがですね、かなり後ろのシートまで いっぱいまでですね、スライドできるということで、これもですね、ちょっと大きなアドバンテージになるんではないかなと思います。あと 前席ですね、前の席ですね、運転席も助手席もですね、後ろの席からスライドができるような機能もついているということですね。あとは自動ブレーキみたいな、そういうスマートアシストですね、その3っていうバージョンがついているということです。乗り心地に関してですね、タイヤが15インチだったということです。で、ホイールが15インチだったことですけども、後ろの席に座ってもですね、乗り心地がかなりマイルドだったということをご報告させていただきます。簡単ではございますが、この辺りで失礼いたします。また X グレードもですね、動画上げさせていただきますので、その際にはまたご視聴いただければと思います。どうもご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録もお願いします。それでは失礼いたします。マイクでした。Yeah.